何何孫を連れて帰ってきとって、うん、今子か孫よ、孫が指一本なくなったもん、ここから行ったんだよ、ほらこれ何あれ、本当は障害者だもん、ずっとだけどね、人工の時だけ障害者と認められんかった。あ、人工つけれたんか。つけれたよ、すぐじゃったけ、承知したの、うん、指の曲げる練習もしたわ。えその時はもう技術があまりなかったけど、できんかったけど、軽くはもう軽くでよく上がるけど、利き手が左だったっけ、やばかったで、右手で箸とか鉛筆とか持つように練習したいわ。字書くの相変わらず左より汚いよね、今だに。おそらく、うん、小さいけどね、油断しちゃダメなの。そうそうじゃん。全部怪しい距離じゃん、これ。これ金が吸ってねえんだろじゃん、これ。このゲーム、うん、この見本のやつ。あんたここ、こぼしとろう。あ、すまんね。敵エリアに侵入。食べたでよ、ラーメンだし。全部隊退却しました。ダメでこれ、いける、ダメでいける。それ通信料とかかからんの、そのゲームって。は通信料かからんの。ダメだけやるんじゃん。あ、ほんま、通信料もかからんの。通信料なんか言われてないで。あ、ほんま、ほんまそんなんやけど、無理なの、なんで通信料動くだろ。いや、通信料使うんだったらすぐクルクルになりだすよ、使いまくりよったら。だったら音楽系なんかしてないよ、私。うん、そっか。あのね、あのタップするゲームがあるじゃん、黒いところ、スリーがあるよ、あれ金かかる、うん、通信料もかかる。やった時にね、いろいろじゃない世界のだけやって、やろうとしたんよ、うん、ならね、うん、お金かかるってなったけすぐ消した。あ、そう。やる前に何もかかってない。あんた、お金払うときって、うん、私お金有料かかってるのある？俺チェックしてないけど、課金なんかこぼしてないでしょ。こぼないけど、ゲームするときも課金に引っ張られるけど、全然また課金したらいいよ、ゲームが取られるゲームだけどさ。するわけないじゃない、仕事やる前じゃん。シティはスタンプを買うために課金したんや。ラインスタンプ。で、まだ1ポイントしか入ってないんや、ラインが。100ポイント貯まらんじゃダメなのよ。100ポイント以上。
戦闘機まだ欲しくちゃってかな、これ戦闘を再開。やっぱダメじゃん、星3つならおしゃるんじゃけどね、反応せんのんだよ。あ、そう別に指紋が薄いわけやな。どこでやめたの？あれ知ったのはね、イトーヨーカドーでね、中学生か小学生ぐらい、小学生か中学生ぐらいの子がね、面白そうやっとったら勝負で、同じ曲で、どっちが最高点取れるかって言って、点数よりかあれだけどね、全部いけるかって、ミス。それ見よってね、面白そうって言った時にね、お前もやればええじゃん、ちょっとかに、あの、その友達に。僕ね、ゲームね、やれんのんよ、これ。このタブレットで。なんで？お母ちゃんにカリカリと怒られるんじゃ。じゃあ、携帯は、ガラケーじゃけできんけ。ガラケーはできませんからね。ガラケーで片っぽはできません。ダメになるよ。あ、そう。明日。まあ、ダメだ。雨じゃじゃ。あ、黄砂が降ってくるけんな。あ、そう。雨降っても黄砂はあるけん。花粉が飛んで。次は。日の日が降ってきて、黄砂も降ってきて、気温上がるし、雨で飛ばんともだ飛ぶんだって、中国は悲惨なことになっとるって言ったわ、黄砂で。ああ、そうか。眼科に通う人が続出。眼科。メガネでもきっちりはまるメガネしましょうって、これ隙間のないやつだよ。わかった、ちょっとでも隙間があるやつは目に入ってくるって、酵素が。花粉ならまだいいけどさ、酵素は砂じゃけんね。
戦闘中断。そう、弱いユニットにはたかってきやがる。戦闘を再開。新松さんのガウなんかに乗ってんだ、意味わかんねえ。この戦い一刻も早く終わらせねばならん。さすがにちょっと寒くなってきた。うん、さすがに寒くなってきた。いや、
れな。私としたことが油断したようだ。この戦い、一刻も早く終わらせねばならん。戦闘中断。戦闘を再開します。それに初めて暮らさるのかしら、持ってんの。
敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。敵エリアに全部隊退却しました。戦闘なんだね。強いじゃん。見ちゃいけんのんかい。いちいちこっちのゲームに集中しとけんでや。逃げ場かかるよ、全部は金持ってない。万冊ぐらいは持ってるけど。ご指示をお願いします。ああまだ始まらない。ここがちょっと気になるな。どっから出てきたんだこいつ。あ、多分こっから逃げてきたな。くそ。今日ここまで。